まったく、せっかにわざわざ告白してくれた男もかわいそうだな。まさか相手がそこまでバカだとは思わなかっただろうに。はぁ、あ、情けない。どう勘違いしたらそうなるのやら。うっさいわねえ。そもそも告白なんてされても困るのよ。まだ高校1年で先輩たちに舐められてるし、今は先輩を黙らせるくらいガンガンいかないとダメなの。恋愛とかしてたらそれこそ舐められるわ。恋愛脳とか言われそう。せっかちゃんには早かったんだね。まだ義兄の姿を見れないか。私は別に求めてないし、一人の方が楽だし。この世界では俺とゼッカは完全な兄弟。いずれゼッカは他の男と結ばれる。いやゼッカだってそうだ。カナとハクは多分王優と声優という概念すらない以上、存在しているかも怪しい。同じ理由でメリアやソフィア、アリシア、ソルテ、ラルも同じ。ことかはどうだろう。父さんが元警察官なら八甲さんも警察だよな。そういえばことかのお母さんってどうなんだろう。あまり詳しい事情を知らないからな。でもどの道東京か。遠いな。俺にこの世界は辛すぎる。専属神のみんなやゼッカと絶対に結ばれない世界。もちろんミカとルエデンのメンバーなんてもってのほか。全部空想、都合のいい妄想で終わってしまう。そんなの辛すぎるだろ。パト君、大丈夫。表情がずっと暗いままよ。相談に乗るよ。変なことだっていいよ。だってパト君はまだ現実と妄想の合間にいるような状態だからね。混乱するのも当然よ。変な話だけど、いいか、僕がどんな世界を見ていたか。うん、話して、絶対にバカになんてしないから。そっか、パト君の世界の中に私はいなかったのか。残念だなぁ。どんなことよりもそれが一番悔しいかも。でも素敵な世界ね。みんながパト君を好きでいてくれる、特別であれる世界。私も自分が世界の中心と言わなくても、せめて誰かにとっての主役でありたいって思うな。主役か、僕はきっとこの現実では主役どころか、家族の幸せを邪魔する弊害でしかないんだって考えてしまうんだ。大家が言ってた僕を施設に連れて行こうって話もきっとそのことなんだ。家族で負担するよりも適切な病院で治療した方がお金の負担だけで済むってさ。それは一理あるよ。でもそこまで自分を卑下しなくてもいいんじゃない。少なくとも私はずっとそばにいてあげるよ。気休めはよしてくれ。エルも大学に合格したら地元を出るだろう。ここ周辺に大学はないからさ。それに病院に行ったら僕は、どうなるか。怖いのね。見放されることが、なら私が言ってあげる。パト君を支えるためにお嫁さんにしてくださいって。何度も言ってるけど治らない病気じゃない。きっとパト君にとって心を安心して委ねられる、頼れる存在が必要なんだよ。だからその役割は私がやってあげる。だから苦しいと思うけど、徐々に私たちの世界に慣れていこう。ゼッカちゃんやゲッカちゃんを見てて辛いなら私と遠くに住んでもいい。どうしても割り切れないなら自分から距離を取ることもできるんだからね。そうか、俺は、僕は諦めないといけないんだ。だってイルが僕を大切に思ってくれてるのだから、ずっと空想に甘えてたらダメなんだ。エルちゃん、またいつでも遊びにおいで、私は歓迎するわ。いつも勉強だけじゃなく、ご飯までありがとうございます。また遊びに来ますね。パト、エルちゃんの気持ちに応えられるように治療踏ん張らないとね。母さん、それどういうこと？女の子を泣かせるようなことをするなってことよ。私は安心だわ。パトにエルちゃんがいてくれて。一人でも自分を認めてくれる、特別だって言ってくれるのって、ここまで心地よかったんだな。たった一年の話なのに忘れてた気がするよ。パト、あさってから世間では夏休みなんだけどね。うちとエルちゃんの家で留学生を一週間だけ面倒を見ることになったの。私たちのところは男の子で名前はあなたと同じパトっていうらしいわ。何かの縁かしらね。まあ、本当は女の子が良かったんだけどね。年頃の娘がいるから変なことされても嫌だし。でもお父さんもパトもいるし、しっかり仲良く、そして家族に何かあったら守ってね。僕がそんなことできるとは思えないけどな。でもなんとかはするよ。この時、自分が考えていた以上に恐ろしいことが待っていたことをこの時の俺は一切考えることはなかった。そして夏休みに入り、月下が東京から帰ってきた。懐かしい。この木の匂い、もう田舎って感じ。東京とは大違い。そうだね。四国入った途端に高層ビルが一斉に消えたあの感覚。ああ、って感じたね。二人とも元気そうね。ゼッカたちもいるからゆっくり話しておいで。俺たちは今から留学生を迎えに行ってくる。英会話は頼んだぞ。大家とゼッカとパトは全然ダメだからな。ゼッカとロカが帰ってきたのか。僕もこの時間があったから色々試してみたけどちょっとわかったことがある。身体能力は平凡そのものだけど、俺が空想として生きてきた世界で学んだ体術や剣術は扱える。力がない分威力やスピードは褒められたものじゃないけど。
昨日ゼッカに頼み込んで検討をやってもらったけど、目はしっかり剣筋を終えていたし、予測と駆け引きができた。だから自分よりも手が早いゼッカのしないを俺は予測でフォローすることで互角にやり合えた。結局力勝負になると負けるから力を受け流して積極的にゼッカから一本を取ることにも成功した。悔しいけど、確かに動きと判断力、駆け引きや受け流しの技術は全国クラスだったわ。思い込みで手に入るものじゃない。多くの強者と戦い、何度も反復練習と経験を積み重ねないと身につかない領域よ。それは、あの空想の世界での経験は無駄じゃない。むしろ今の僕にプラスに働いてる。今の僕ならやり直せるかもしれないな。まずは筋力と体力だ。人並みになれば復帰も見えてくる。勉強は空想の世界で学んだ。この世界で食い違いがもしなければ高校卒業クラスの学力はある。諦めたわけじゃない。未練がないわけじゃない。だけど何もしないで腐り続けるのは嫌だ。それに僕を大切に思ってくれる人がいるならどんな形であれ答えたいと、今はすごく思うんだ。大丈夫、今の僕なら、空想での僕をちゃんと出せるなら、もう弱気で生きるなんてことはしない。負けるな、無駄にするな。パパ、ちょっと見てて。母さん、そういえば恐竜学生が来るって言ってたな。到着したのかな。確か僕と同じ名前だったよな。僕家の中でどう呼ばれるんだ。ややこしいよな。はじめまして、私はパト、ディカイオス、エウレカと申します。一週間お世話になります。私はメリア、メルトリア、お隣の家で一週間過ごすことになりました。よろしくお願いしますね。ねえ、こんな偶然ありえるの。あの二人の名前、パトが妄想で呼んでた名前と同じだよね。しかも全部。そうだ。しかも愛は間違いない。メリアだ。僕の知っているメリアだよ。それにメリアは僕、いや、パトに常にベタベタだった。今目の前の光景と同じだよ。でも僕はあのパトを名乗る男を知らない。それにメリアが、同姓同名で空想で同じ姿をしていたメリアが今目の前で違う男の腕を抱きしめて体を密着させている。あ、ダメだ。俺あいつ嫌いだ。他人の空見だったとしても俺はあいつが大嫌いだ。ごめん、多分私も今のパトと同じ感情かも。あの二人苦手かも。特にあのパトって人。あのまっすぐなね、多分いい人なんだけど、無意識に場の空気を変えて人間関係を壊しそうな、そんな気配があるんだよ。実際に見てよ。せっかちゃんと結果お姉ちゃんはすごく笑顔。初対面では絶対に笑顔を見せないせっかちゃんですらだよ。ロカちゃんはなんか気に入らなさそうな顔してるけど、私と同じなのかな。悪い、オウカ、俺部屋に戻るよ。あの二人見てるとイライラする。きっとこの苛立ちはメリアが自分以外の男にくっついている嫉妬、そしてパトという高青年感丸出しの男、女受けがいいんだろうなと思わせる風貌、そして実際にちょっと目を奪われている結果と結果、どれもこれもが不愉快だ。たった一週間だろ。なら俺はあいつと会わないようにすればいい。今さら一週間部屋とトイレとお風呂だけの生活なんて慣れてるから容易だ。うわ、この展開は心折れそう。エル、すごくセンス悪いね。うむ、わざと心の荒波を作ってる感じだな。ただ悪夢を見せるよりも立ちが悪い。さすがハエンを、恐怖心ではなく、依存性のあるこびりつくような、気づいた時には手遅れのような、悪質な悪意を感じる。エルはやっぱり陰湿だな。普段あんなに喋ってるところなんて見たこともないよ。私は見てて気分が悪いから。見ない。現実世界を完全否定、現実世界で最も好感度が高いメリア、せっか、月下様を標的にして意図的に嫌うように仕向け、完全に心が離れたところをエルは狙っていますね。悪質なところはさすが。でもこっちにも悪質のゴンゲみたいなネルがいるけど、ネルの反応は。で、シン、私の出番はいつだ、いつどこであの主様に見せつけて脳破壊するんだ。本当最低、人の心をどこに置いてきたの。妄想の世界くらいは主様やエルの好きにさせてやるさ。私は寛大な器を持っているからな。実際にやらなくていいなら好きにしろ。実際はこう見えて主様一筋だからな。ああ言っても実際恋愛ことになれば不器用なくせに、よくもまあ偉そうに。だがあれだな、エルと裸でお風呂に入ったのに主様全然普通だったな。魅力がなかったのか、もはや当たり前になったのか、ある意味メリアの功績が高いな。ハニトラに強い。何の観察と考察をしてんのさ。続いて次はメリア、脳破壊続く。
ね。でも脳破壊なの。だって以前のパトくんだよね。分かってないな。同じ自分でも記憶も姿も違う。だけど今目の前でメリアを奪われている現状。パトからしたら脳破壊。私たちから見たら結局パトにベタベタなメリア。あれ、パトくん以外誰も不幸になってない。そういうこと。いやー、作者の性格の悪さが出てるよね。次回も脳破壊待ったなし。パトは耐えられるのか。存在抹消された私たちは、陰ながら応援してます。はい、頑張れー。